はい、時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の輪の時間ですね。皆さん、おはようございます。日曜日、いかがお過ごしでしょうか。チャーガンジュー。ということで、はい私、えー、パーソナリティーの土井秀人と今日も東京からドクター水素ボトルの包丁政弘さんです。おはようございます。 いやいやいや、ね、素晴らしい、えー、日曜日の朝ということでありますが今週もなかなかまた、えー、ゲストをお迎えして、ね、お届けしたいと思います。うそのようなお話出てくるんでしょうか。はい、えー、っとですね下関、山口県ですね、そうですねはい、えー、下関市から元気なゲストの堀川智さん。 はい、おはようございますあ。おはようございます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね。もう、たった今、スタジオに、なかなかレアケースなんですが、那覇空港から、どうやって来たんですかあ、那覇空港からですね、タクシーに乗らせてもらって、はい、はい、これはし、行きましたね。30分でいや、全然です。30分で、<あ>はい、<ー>到着しました。 下関でね、から、からと市場ってあるんですよね。あ、そうですね。潜水法曹社長行かれて、お寿司と。私説明会やる前に、市場行って。で、なんかお魚が並んでそうじゃないですか。違う、違うんです。もん各店舗、寿司が並んで。寿司を、寿司を握ったのが、どーっと並んで各店舗。マグロ、イクラ、ウニとか。店舗ごと。でっかい、でっかいお寿司が、ドー、どー、どーって並んでるんですよ。 そうです特に週末ですね、はい、あの店舗さんがあの鮮、鮮魚店さんが、はいあの、観光者向けにですね、観光者の方向けに、握ってから出されてます、平日はないですけど、たまたまだったんですね、はい、本当によかったと思います、うん、それで、ふぐ刺しが2000円で、はい、でっかい天然ふぐの刺身があって、うん、もう行くしかねえやって。 もうすしふぐ刺し1人3000円みたいなね格安ですもうでかいしねおいしいし新鮮でビックらごきそうでしたよねごきそうですねああちょっと僕なんてなんで食ってるいだろうマジでぜひぜひ来られてください下関のフグですからもう本ちゃんですよねもう関さば関味いいわっ これはこれはね魚の本場ですそうですねでもあれですか沖縄ってね本田さんもご存知まあここだけねあの海に囲まれてるんですが、はい、まああの暖流の流れもあるそうなんですけどまあビシッと身の締まったおいしいっていう部分ではちょっとね疑問が出る部分もあるんですけどなるほど下関は うまそうですね、<laughs> そうですね特にあのサインもあるんですけど、あの関門海峡のところですね、潮の流れが早いんですよ、はい、やっぱ魚の身が締まるというかですね、<ー>関門自宅っていうのもすごいおいしいんですよね、<ー>はい、もう明石のタコみたいな感じです、ね、あそうですね、明石のタコも有名ですけど、そこもいいですね。そのあ水の流れがやっぱ早いから、ね、そうです。よ、はい 今がちょうど旬ですね。関門下が。はい。いや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 、そんなね、素晴らしい。山口家 <laughs> ええー、下関市から、はるばるね。 えー、もう飛ぶようにして本当に飛んできました。あのリカさんちょっとまだ息も荒い状態で、はい、あの、はい、スタジオにねお迎えしてるんですけれどもよろしくお願いします。いますはい。でこの FM ギノワン、何かこうあドクター、何うん水素ボトル、うんなんだろうねはい気になる方はメールアドレス七七九アットマーク f m ギノワンドットコム七七九アットマーク f m ギノワンドットコムね、えー、YouTube ねぜひチャンネル登録お願いします。ねこの番組 も、ね、えー、検索で FM ね儀のワンはひらがなでちょっと開けてうそってカタカナで入れてくださいもういっぱい今までのねうそのようなねまじ話が本当の話がいっぱい出てまいりますということでね今週のゲストの堀川さんにお尋ねでございますがなんでこれ急に飛んできてくださったんですかえっとですねあ <laughs> あのまあ、飛んできたっていうのが、はい、まああの北条社長 まあまあまあ、とにかく素晴らしい方で、まあ、そ,そこに所属されているまあ役員としてですねあの所,属所属されている高山さんこの方がまた素晴らしい方で、まあ、元気をいただいて、まあ、どうしても一緒に仕事がしたいと思っていたんですけど私自身が、まあ、黄色じん帯骨化症であとは繊、線維筋痛症不眠症、で頚椎症、まあ、胸椎症で腰椎ヘルニア、まあ 椎のヘルニアっていろいろ症状をあげたらあのたくさんあるんですけどそこを解決してくださったのがお二方で旧式のですね今ドクター水素ボトルって言われてるんですけど旧式のバージョンがあのダブル水素ボトルっていうのがあったんですけどあの水素の濃度水素ガスの濃度で言ったら半分しかないものなんですよ。それれをたった3たたっっっ日吸だけで21年間眠れなかった僕が 眠れるようになった3日どうですか何時間ずつぐらい1日目吸った時になんか目が、あのー、気,持ち気持ちいいなっていうよりもまぶたが重たくなってきたなっていうのがまあ正直の感,、うんうん、感想なんですけど 2>,、はい、2日目にはあくびが出だしたんですよ。 本当に21年間1回もしたことないです、あくびとか。それも1日1時間ぐらいですか、ももっと何時間もえとです、ね、これがもし、あのーうん、高山さんからお借りしたものだったら、僕もそこまで、あのー、集中して知ってなかったと思うんですけど、なんとプレゼントしてくれたんです。お<ー>はい そこでやっぱあのお気遣いいただいたということで信じてみようって思ってですね、うん、今までいろんなところったんですよ「うん、病院はたらえま、まあ、たらえまし」という言い方はちょっと語弊があるんですけどわらわも使う思いでそれこそ霊能者の方行ってみたりあ<ー>神社、ねまあまあ、あの神様にお祈りしたりとかで、まあ、そういったところですよね、まあ、そういうのがあったんですけど、まあ、そういったお心遣いが本当心にしみて。 頑張って吸ってみようと思って一、まあ、日その時は6時間から7時間ずっと吸いっぱなしだったんですよでするとそういう現象が顕著に現れだしてで2日目にあくびが出てで3日目1回寝たのが14時間14時間ぶっしですで今まで2時間目をつむ,るつむってたらお医者さんが「大丈夫だよ」って言ってくれてたからまあそれで2時間目をつぶって運よければ浅い眠りにつけてた。 っていうのが現状だったんですけど14時間熟睡ですよねあまりにも心地よくて1回起きてまた水素吸って2度寝3度寝を繰り返してしまって3日目にはもう完全に寝れました、はい、でただ眠りっていうのがやっぱ人間の三大欲求の一つじゃないですかでそれが心地よすぎてそこに何て言うんですかね依存,依存っていう言い方もおかしいんですけど制御しないといけないと思って。 当初は4時間しか眠らないよようにしてたんですよそれでも疲れれが取れるんですよね、うん、これまたびっくりして、まあ、是非ともこう水素 <coughs> に助けられたから、まあ、恩返しがしたいなっていう思いがあって、うん、でまあ高山さんと北条さんがあの下関、まあ、北九州の方で代理店をやらせてくれるっていうお話いただいてまあすごくねあの。 気分が高まってこれはねもう絶対人のためになるっていうのがもう自分自身が体感しているからまあ思ったところが一番ですしまあ何よりもまあ北条社長をはじめまあスタッフさんが素晴らしいっていうことがあってはい一緒にですね「ドクター水素ボトル」をね日本にとどまらず世界中に発信できたらなっていう思いからちょっとやらせてもらうことになったんですけど。は 私あのその高山さんに言われて、えー、小倉に小倉でお会いしたんですけどね小倉に行くっていうことになったんですけどもともとねその具合が悪くて寝たきりだって聞いてたんですよ。そうですねでご本人がねその場にいらっしゃるから、はい、えっと思ってねそしたらもう全部改善してるんですっておっしゃるからはあって言って、ね、難病ですよねって言って。 そうですねあの時が多分 10,、ねうん、10日目ぐらいですかね週間経ってないぐらいだったでっ、はい、びっくりしましたよねでそこから、まあ、改めてうちの会社で2回ほど勉強会を持たせていただいたんですけども、まあ、そこにもたくさんの、ね、方がお越しいただいて、まあ、そのつど折川さんといろいろね交流を深めさせていただいてで昨日お話を「ラジオやってましてね」って、まあ、ラジオはも,もちろん聞いてくださってたんですけど 私も出ますって言ってですね、昨日思い立っていただいて、<laughs> 昨日の昨日というか、昨日の今日というか <laughs> そうですね来ていただいたんですよね、はい、本当にありがたい <laughs> <laughs> いやあのー、ラジオゲストね、あのーはい、共有ラインで急遽いやきあの急遽いろいろね今までありましたけどね、うん、こんなに急遽もあれでちょっとで僕電話だと思ってたんですよ今日電話ゲストって急遽でもね、はい、あのつなげてたから今日あの電話のゲストがつって,ってあの佐藤ディレクター一人入ります」っつって、うん、さっき言ったんですけど本庄さんがあの「来るってことになってます、ね <laughs>」来るんですかどっ,からですかとって、ね。 あの県内ならね、ともかく車、乗ってくるよね、来れるんですけど、ね、<laughs> まあ、<え>ありがたいというか、2時間ぐらいかかりましたそうですね、えー、っとですねあの、1時間40分ぐらいですかね、き、まあ、昨日来たかったんですけど、あの近所の子供がですねあの、いつも遊んでくれるんですけど、まあ、親友ですよね、園児とか、小学生、<laughs> 低学年が親友な、<laughs> 精,精神年齢低き。 48歳なんですけど 1>, まあ1人男の子がですねちょっと体調を崩して親御さんが帰ってくるまで面倒を見なくちゃいけなくなって本当は昨日沖縄入りしたかったんですけど、ねまあ、今日の朝あの便をあのそれこそまあ遅れますって北条社長にお電話させてもらったらその場で北条社長がこう手配してくださってですね、今日無事入れたっていう形になります。 はい、えー、本当にもう、この感動をこの、ね、語っていただきたいというのがあったんでね、そうですね、はまあ、とにかくあの主治医の先生が一番驚いてます、そうですね、何してもね、はい、うまくいかなかったのはね、僕の周辺の方々たちも面白い体験されてるんですよ。はい、はい 本当来来てみいみんな来てみみなないいいんもらいたいです不整脈が3日で収まったりとかですね一<ー>人の女性はあのまつげまつげが伸びて、はい、<laughs> だったりとかですねもうお<ー>肌が、まあまあ、まつげでいっぺんあの生えなくなるとずっとね生えないとかそうですねはいもともとあのまつげパーマかけられたんですけど、まあ、そこのサロンのオーナーさんがまつげ伸びてませんっていう話をされてたみたいで。 そういった、ね、<laughs> 面もあるからですね美容にもよし体にもよし、はいまあ、とにかくそこのなんていうんですか、まあ、今まで僕が感じたことはとにかく血流が良くなることがすべ、まあ、ての要因になるんですかね,すね血流が良くなって、はい、自律神経がま,あそうですまさにその通りです副交感神経が出てきたいはいはい、はい、それで眠れるようになった合点、まあ、がいきますよね、はいはい、体感してますから、はいはい、その通りだと思います、はい そうですね。じゃ、あの堀川さんは以前はね、ちょ、うんはい、っと難病でやっぱ苦しんでらっしゃった時は。はい、こんな感じじゃなかったんですか。こんな感じじゃないですね。えっ、ー、と、難病にかかったのがこんな感じで、皆さんに、ね、ちょっと。うまく伝えないといけない。超パワフルな。そう,そう、四十二、歳ぐらいに、まずあの線維筋痛症から始まったんですよ。線維筋痛症っていうのが非関節リウマチって昔。言われてて、まあ。 あの骨じゃないところの痛みですね筋肉繊維だったりとかですねそこの痛みが辛くて、まあ、それがまあ27歳の時にあの適応障害という病気にかかってしまったんですけどそこから併発してまあ不眠症ですよね、まあ、それが原因でまあ薬の副作用がだと思ってたんですよだけどあのドクターの診断は繊維筋痛症ですよってはい。 国内の人口の2%ぐらいしかかからない病気らしいんですけどしかも女性が多いっていうことで、はい、僕男なんだけどなとう <laughs>、はあ、思ってないですけど<ー>、はあ、いやいやいや、まあ、ちょっとものすごい話私質問がいっぱいあるんですけど、はい、一旦 CM ね、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 W O O East 株式会社電話番号ゼロ三三五二七二二一一はい嘘のような本当のはもう早くももうほ マジっていうようなねお話ではあるんですけどちょっと勢いありすぎて皆さんはい、はいえー、何かなーっていう方ねどうぞ電話でもお問い合わせください、えー、ドクター水素ボトルえー、なんなんこれね全然ウェルカムですはいあとメールアドレスは 797-FMGINO1 ドットコム 797-FMGINO1 ドット、ね、コムこちらで、はい、YouTube のアーカイブもはい えー、嘘のような本当の和ですから <laughs> FM 偽のワン嘘みたいな形でね検索してぜひいろんな方のびっくりするようなお話聞いてみてくださいドクター水素ボトルに出会ってまだまだ1ヶ月ぐらいですかというみなぎるパワーを感じる堀川さんはい、ね、ありがとうございます、ね、びっくりしますね、はい、でもなんかえ寝たきりでいらっしゃってもうちょっとあのか噛む以前に言えないくらいの病気の、ね、重さやそんな 種類もあったわけじゃないですか、はいね。で、先ほどちょっとね、伺ったこう。睡眠、はい。これはやっぱキーワードですか。はい、そうですね。ねやっぱりあの補助社長からも教わったんですけど、はい、あの。この水素ガス、ある一定濃度をすることによって、あのの脳がですね、喜んで。うんうん、まあ、自律神経を整えてくる、血流がまず上がる。 でそれによって自律神経がちょっと間違ってませんかね。うんうん、まあそれによってまあ睡眠を得たことであの疲れがまず取れるで寝てる間に副交感神経が作用して体を修復してくれるこれが多分この結果になっていると思います。二十一年間。 言ってましたよねねそうです、ね、不眠症に関しては21年間ですね<ー>ただ初めは薬で強制的に寝てたんですよ<ー>ただその薬に対するこう、まあ、副作用うまあそこが怖くて半年間入院して薬を全部やめて、まあ、2時間目をつむってたら生きていけるって <laughs> 教わったからですね、まあ、それをずっと繰り返してたんですはい。 そこで、まあ、北条社長はじめ役員の高山さんの登場でダ、はい、ブル水素ボトルをプレゼントしていただき、はい、でそこから、はい、あのドクター水素ボトルにたどり着き、はい、ましては代理店としてもです、ね、<laughs> 活動させていただくようになり、はいはい、元気も出ますよね。はい。 本当、久々に本さんやってみましょうか、これね、いつもやってるんですよ、いいですか私についてください、せーの、うそー、いや、本当ね、びっくりですね、そうですね、だってことはね、まあまあ皆さんにこれラジオなんで伝わるやすく寝たきりの状態が長かったのに、そうですね。 はいまあ、こんなにパワフルに動き回れるほどに1ヶ月でそうですね、はいまあ、近所の方は僕がですねなんかあの怪しい人間だと思ってたみたいでずっと寝たきりなのにこう犬の散歩でたまに出るんですけどこけたりひげはそれてないし髪は伸び放題顔色は悪いなんか怪しいことをしてるんじゃないかと、はい、思われてたみたいなんですけど。はい 今もう全然ですね。はい。本当感謝感謝です。感謝しかありません。はい。本当にね人生だって今ねさっき小耳に挟んで四十八ですでしたし、まだまだもう今ね百年時代倍ぐらい生きる中で、そうですね。希望出ますね。嬉しいですね。はい。 まあ、特にもう精神年齢だけは18歳なんでですね <laughs> まだはもうイケイケどんどんでやらしてもらおうかなと思ってますはいはい,いやーこんないや嘘んってほらねお田さん番組これやらせていただいて、うん、まあちょうちょうねありますしこの番組以外にもねよくほらお田さんがね日本中駆け巡る中でお話聞かせてもらえるんですけどこれすごすぎないですか今回。 まあ本当にね僕もこの仕事をやっているとね自分がどうってうよりねこの周りの人を使われたお客様がねガラガラ変わっていくんでそれがすごい, <laughs>、ね、す,ごいすごいとしか言いようがないですよそうですね本当嘘のような本当の話、うん、はいです,もですはいどうぞ僕自身も信じ,信じれてないです <laughs> はい<ー>なんでこうなったかっていうのはまあ当然補助社長から お聞きした通りなんで今は理解してますけど、初めはやっぱり信じなかったです。本当嘘ですよ。ねえ、だってお薬お医者さんの言う通りお薬で何四時間寝れや人間知らないんだよ。まあ二時間二時間でし知らないんだよって言われて、ねえ、目つぶってるだけの睡眠とね、深く眠れる睡眠が全然違いますからね。やっぱ眠ってる時と笑ってる時き、あと泣いた時 この時にまああの復興感神経って活発に作用するらしいんですけど、うん、まあそれがもろに作用してくれたおかげで今までに比べたらもうはるかに痛みもなくなった寝れたことが一番です疲れがないですはいカチカチになってたものがこうほぐれてきたんでしょうね<ー>あそれもありますだからコリとかもすごいほぐれてますはいちなみに今現在、ね、はいまあえー、ドクターセスイスウォトルはい 1> えー、約、まあ、1か月だとします、はい、大体一日にどれぐらい吸入されてるえっとですね初め動けなかったからですね、うん、78時間は捨てましたうん、うん、ま今は56時間ですねパソコンをしてるときとか移動中とかですね、うん、そういったときにはい使用させていただいてますさすがに今日は下関から持ってきてないあ今日はですね,ねちょっとあのー、飛行機乗るんであの気圧の変化とかどうなんかなってうん、うん、ちょっとそこは心配だったんであの 持参はしてないんですけど、はい、これ別に、そうですもんね、いつも。そう、持ってんるのは全然大丈夫です。あ、そうなんですね。ねはい、私あの持って乗ってますから。あそうです。<laughs> そう、そう、そうですよね。はい、ここで一つまた勉強になりましたね。<laughs> はい。はい、いや、しかし、はい、ちょっとね、私もう頭がこうパニック状態なんです。一回また、ね、二回目の C. M.、いきましょうね。頑張るあなたを応援する、ドクター水素ボトル。 体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211 はい、嘘のような、本当のは、ねえ、そろそろ番組も残念ながら終了のは近い状態なんですけど。ねえ、堀川さん、ねえ、ともじさん、ちょっとものすごいお話で、ね。改めて、ちょっと、五つぐらいありましたよね。いや、なんか、その、抗病期というか。そうですね。五つじゃ、聞かないですね。<laughs> ねはい。ちょっと具体的に。 そうですね、思い切らないんで、はい、ちょっともう一度。まずはじめに不眠症ですね、ここは副交感神経が作用して修復されましたということなんですけど、まあ、ちょっと過剰を読みにさせていただくと、うん、まあ不眠症、で黄色じん帯骨化症、これ、指定難病ですね、でそれから、線維筋痛症、黄色じ体帯非行症、それから、頚椎症。頚椎 けい椎椎間板ヘルニアこれ3番4番5番のところですねそれから、えー、と胸椎症、はい、それから腰椎ですね腰椎のヘルニアはいまあそこが重たる僕が患ってた疾患ですねはいそんだけ痛めてるっていうかそのね、はい、その状況だと。 盾っていうのは無理ですよね,無理ですねまあというかほんと毎日拷問食らってるような感じなんでんあの死っていうことも当然よぎるんですよでもやっぱりあの大好きな子供たち自分,、まあ、自分の子供も含め近所の子供たちでお世話になってる方々僕のことを大切に思ってくれる仲間友達、まあ、当然両親親族がいたからですね生きてこれた。 まあ、生きててよかったなって、本当に思ってます。うん、北条社長に出会い、ね、高山さんにプレゼントしてもらい。まあ、今、こうやって、ね、来させてもらったの、それが、すべての、はい、きっかけ、なんでですね。はい。うん、本当にありがとうございましたって言いたい、言いたいという、もう、それしかないです。うん、感謝、感謝です。はい。ええ。じゃ、この、堀川さん、この、ご体験を。ね。はい、さらに。 ねえーまあ、昔、ペイ・フォワードなんて映画がありましたけど、はい、う与え、ね、お与え、誰かにやっぱりシェアしたいですよね、そうですね世の中には、ねあのー、いっぱいいらっしゃると思いますね、苦しんでいる方がね、はいはい、そうか、いいっすね、うん、すごい感動です、もんそうですね <laughs> 本当に素晴らしい、はい、感動の域だな。はい どうしたらいいんだろうっていうぐらいなんか本当にすごいっす、ね、そうですね。はい この水素の力ね皆さんねあのラジオおくの皆さんなんなんて思いながらびっくりされてる方もいらっしゃると思いますぜひねあのペットボトルでねあのミネラルウォーター飲んだりするサイズと同じようなもので既に携帯できますそれでいくらでももうね鼻からこうねチューブ当てて、えー、出てくる水素ガスをね吸入していただくだけですやっぱり極めてね、あのー、簡単な健康維持法 っていうのもありますしもしかしたらねずっとつらかったご病気や痛みがね良い方に向かう可能性もあるというところで、えー、今日もね素晴らしいお話をご体験を伺いました。はいということで、えーね、WOIST 北条社長ねそれから、えー、ね 来ていただいた下関から来ていただいた、えー、堀川道二さんねちょっとこの素晴らしいご体験をさらにね、はい、あの皆さんに聞いていただいたり知っていただくためにちょっと頑張っていきたいですね、はい、ぜひぜひね、うん、はいえー今週もじゃあ補助社長ありがとうございました、はい、ありがとうございましたはい堀川さんもぜひまたねあのお話聞かせていただきたいと思いますどうもはいまた、はい、遊びに来させてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございますでは皆さんまた来週さようなら。さようなら